危ない人を見る。風の予想を見ていきましょう。雨雲もややあるようで、そうなんですよ。この雨雲が夜遅くなってかかってくるんですけども、明日はまず風が強まります。南風8メートル超えますと春一番の発生可能性があるんですけども、その日となりちょっと沿岸で15メートル以上というところで、パンチが来ました。南はそこまででもないんですか。で、ね、特に南部沿岸中心に風が強いです。はい、明日の服装です。もう今日参考にしていただいて、日中上着がないですから、明日も負けるのいらないですよ。明日は我慢ではもう